子どもの花粉症が年々増加中？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。びっくりしました。英吉くんとゆきちくんに絵本を読んであげる優しい小夏お姉ちゃん。ひどい花粉症に悩んでいるという香りママからこんな相談が。子どもも大人と同じように花粉症になるんですか？お答えするのは日本眼科学会認定眼科専門医、大原歯科眼科の大原院長です。花粉症は大人だけでなく子どもでも発症します。年々患者の数が増えており、中には2歳ぐらいで症状が出る子もいます。特に小学校入学前後の子どもの花粉症が目立ちます。花粉症はアレルギー反応の一つです。両親が花粉症だったり、すでに他のアレルギー疾患を抱えている子は発症の確率も高くなります。主に見られる目や鼻の症状の他にも、味覚障害や全身倦怠感などが出る場合もあります。風邪と似ていて、子どもはうまく症状を伝えられないため、早めに気づいてあげることも大切です。わかりました。では対策法を教えてください。湿った洗濯物には花粉が付着しやすいので、飛散時期は室内に干しましょう。また花粉が黄砂や PM2.5 などの物質と合わさると、免疫反応を強める化学反応を起こし、花粉症の症状を悪化させます。花粉に加えて黄砂や PM2.5 の飛散量が多い日は、外遊びもできるだけ控えた方が良いでしょう。たとえ発症はしていなくても、花粉を体に取り入れない工夫をして予防しましょう。お子さんが目をかゆそうにしていたら花粉症かもしれません。早めに専門医を受診してください。私がひどい花粉症で大変なので、子どもたちはならないように日頃から注意したいと思います。気をつけてね。はい、はいはいはい。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。